よ。ニコルの野郎、惚れた女と結婚するために戦場で功を立てるって息巻いてるってよ。たかが女のために。たかが女って笑えるほどオタクモテてたっけ。バカ野郎、俺はこのまま行きゃ貴族にもなれる男だぜ。そこら辺の女なんぞに構ってられねえんだよ。なんだリッケルト、鍛冶屋の仕事に興味があんのか。鍛冶屋っていうか、物作り、仕掛けのあるもの全般かな。クロスボウ使うのも好きだし、もっと複雑で役に立つもの作ってみたいなって。グリフィスはどこだ。話があんだが。グリフィスは大臣たちと謁見中だ。終わってからにしろ。グリフィスは貴族でミッドランド軍の騎士なんだ。お前みたいに剣振り回していればいいだけの人間じゃない。私の務め果たしてみせる。楽しみにしている。一丁かましてやるか。
やらなきゃやられる。しない。行くぞ。ここは引くしかあるまい。誰？この国の第二王位継承権者。あっ、クセモノだ！シキさん、シキさん、まだ近くにいるはずだ。すみません、女性には退屈な話でしたね。え、いえ、そのグリフィス様って不思議な方ですね。どの貴族より貴族らしくて、でも草笛の鳴らし方を教えてくださったあなたは野遊びになれたのでしょうね。彼らは何度も一緒に視線を越えてきた大切な仲間です。でも友とは違います。決して人の夢にすがったりはしない。自分の生き…グリフィス様、あなたの夢って…ヒレ様！